えー、こんにちは。即会塾の久保ですいや。私もね、ネットビジネスと言われる情報発信の世界に入って10年なんですね。まあ10年間やってこれてよかったなと思います私がね、最も長く経営した店舗っていうのは9年なんですよ。9年で借金が積み重なって、で、従業員同士もうまくいかなくなってですね。で、まあ、閉店ということになったわけですけども、ネットビジネスに入ると、 まあもちろん儲からないと続けられないっていうところはありますけども、まあとにもかくにも10年間ね、様々な世界の扉を開いてきたかなというところもありますし、情報発信業ですから、発信するべきネタ、情報、こういったものにも触れながら、それから発信した情報にフィードバック、視聴者さんからも意見もいただきながらですね、なんとかここまで歩くことを許されたかなってところでございます。まあ一言で、こうなりましたって言えることはないんですけども、まあとにかくね、 楽しくって、で塵も積もれば山もなるということで積み重ねてきたことも、うん、多少あったのかなと思いますねまあけど私がこの業界に入った当時から一緒にお付き合いできてる方ってのは本当に数えるほどしかいなくってたくさんの人が参加するけどもたくさんの人が消えていく世界ですからねまあどの世界もそうなんでしょうけどねで私の場合はああ もともと、六本木ヒルズで、えー、まあ、ジムといいますかね、ゴーストライターをしていた、まあ、吉谷さんという方がいらっしゃってね、その方は東京離れ、今、鹿児島にいるんですけども、その方と、そして同じ時期に知り合った、新潟のね、ナ、えー、さんっていう方がいらっしゃいます。そうですね、振り返れば10年ですね、この方たちとも。しかもこの10年っていうのは、まあ、やりとりをね、し続けて10年ですから。その頃知り合って 本当、年に数回何か連絡があって、っていうことじゃなくて、ほぼ毎日、やりとりがあって、10年です。まあ、ですんで、このナミさんにしても、吉田さんにしても、どういうふうにここまで来たか、っていうことがね、他の人よりは多少わかるんじゃないかなと、お互いに思っているところですね。で、今回は、私、抜きでナミさんと、吉田さん、奥万長者合宿のね、真姫大学のね、このお二人が、新潟でお会いしたということで、その映像を、 何点か皆さんにお届けしようかと思います。動画概要欄につけておきますけどもまずはじめは17秒の無言の風の音だけが聞こえる海の景色ですねまあこれを見てああ10年経ったんだなぁと私は思いましてこの景色が奈美さんと吉谷さんをどのように魅了したのかそしてそれを私がどのように受け取るのかこの 日本を股にかけた三角形これがね、まあ、なかなか他の方には分かりませんわからないと思うんですけども私たち3人の歩いてきた自由に歩いた道のりを想起させるかなっていうところですね今回はね、えー、以上なんですけどもでも10年って本当語り尽くせないものがありますしお互いに生き延びてきたねっていう感じですねまあなんせやめちゃいますから 年という単位で見ると、1年、2年続く人は少ないですからね。概要欄からご覧ください。